こんにちは、クラークです。こんにちは、ひろなです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組はね、このコーナーはね、はい、音楽家と芸術家の方々を応援するというコーナーですね。はい。で、ひろなさん、はい、先週そうです、デビュー、はい、おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。頑張っていきます。ね、まあ、そうですね、はい、今の迷子の声を読んだ、はい、まあ、これでなんとかね、紅白出場を目指して、紅白目指して頑張って歌っていきます。本日のですね、はい、素晴らしいゲストは、はい、癒し系歌手でもあり、はい、またね、朗読家、うん、朗読家2つされてる、はい、宮原七海さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。宮原さんはですね、うん、女優、声優と芝居とかですね、声の仕事を、はい、随分されてたんですね、はい、で、まあ、今は、はい、その癒し系の、そうですね、仕事もされてるということ で、はい、で彼女のテーマがですね、はい、まあ、後でゆっくりお聞きしますけれども、はい、安らぎと優しさ、はい、そうなんです。今日ですね、実はラジオの前の皆さんは見えないのが残念なんですが、ね、素敵な衣装を、はい、着られてまして、本当になんか白い感じで、ファーなんかもついてて、はい、これは何かこだわりというか、何かこうイメージしているものとかっていうのはあるんですか？いや、今日はね、はい、真っ白い気持ちで、うん、やってみたいって、まあ、特に今日は、ね、そんな気分で、ありがとうございます。純な気持ちで、はい、やろうと思ってます。癒し系の曲と、はい、それから朗読、うん、歌っていただきますので、本当に楽しみにしてください。はい、まあ、いろいろその CD を出されたりしてるんですけれども、はい、うん、主な活動としてですね、はい、幼稚園とか、そうですね、はいはい、老人ホームとか、はい、うん、はい、まあ、ボランティアですか。そうですね、はい、うつ病の方とか、あ、今ね、うん、最近こういう時代ですからね、多いですよね、皆さん多いですよね、うん、そういうことで、うん、まあ、昔はその童話、そうですね、童話とか感動的なお話ありますでしょう、はい、そういうの子供の前でやると目が輝くのがすごく嬉しいんですね。そうです、はい、じゃあ、とりあえずですね、はい、とりあえずって言葉なんですね、早速ですね、早速ですね、うん、一曲歌っていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。朗読から入れますね。そうですね、はい、ちょっと微笑み返し抜いて、はい、そうですね、いただいて生で、はい、はい、朗読の方していただきたいと思います。することは信じること、愛することは許すこと、許すことは忘れること、微笑み返し、微笑みは光、温かで柔らかな光、お日様もお月様もお星様も、花も草木も空を行く雲も、そよぐ風も、虫たちも小鳥たちも、みんなみんな微笑んでいる。微笑まれているから人は微笑むことができるのです。あなたの微笑みに会いたくて会いたくて、そしてわかったのです。あなたの微笑みに会うために、私の微笑みが必要であることを。
花の訪れ、愛の輪の広がり、それは微笑み返し。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ひろさん、どういう感想ですか？はい、初めてですね、はい、こういった朗読と歌と、はい、こういった音楽というのを聞かせていただいたんですけれども、はい、本当に外の景色が清々しく感じて、ね、なんかこう季節 の、はい、移り変わりですとか、はい、私たちが生きていくこと、なんか本当にこう意味があるんだなっていうのを、なんかこう思い当たる節がたくさん出てきて、非常に心に響くものがありますよね。はい、うん、実はですね、はい、まあ、はい、宮原さんのですね、はい、CD を買われた方からですね、はい、まあ、非常に大きな反響がありまして、うん、そうです。例えばそのうつ病の方とかですね、暴力を振るってた子供がいたその人に聞かせたり、はい、うん、で、いろんなお手紙が届いたそうです。この辺は、はい、私の CD をちょっとあるところに送らせていただいたんですけど、はい、なんかね、とっても嬉しいことに、うん、うつ病でかなり重度の方が、うん、毎日聞いていただいて、うん、そしてだんだん軽くなってきて、今はもうかなり改善されて、うん、大部屋の方に移され、そしてさらに仕事ができるまでに回復されたっていうのをお手紙で聞いた時にとっても嬉しくて、はい、その他いろいろね、はい、精神を病んでる方からの、うん、なんかそういうお便りが結構来るんです。今こういう、ね、殺伐とした時代ですからね、逆にそういうに苦しんでる方からのお手紙が多いそうなんですね。はい、そうですね、やっぱり私の周りでもいろいろと何か悩んでたりとか、はい、こう気持ちがやっぱりギスギスしちゃう、はい、それが一番毎日生きづらいっていうようなことを言ってる友人も多いので、はい、やっぱりそういう時にこういう CD があると救われます ね。何かあのうつ病の方がだんだん良くなられて、はい、うん、なんかお手紙が来た後でですね、うん、はい、宮原さんのコンサートに大阪から、はい、わざわざいらしたそうなんですよ。そうなんですよ、はい、嬉しかったですね。そうです、嬉しいですね。一番最初に来て一番前で聞いてもらって、うん、あなたの歌に救われましたなんて言われた時にはすごく嬉しかったです ね。 そうですね、なんかこう、はい、使命感みたいなものもお持ちになられたんじゃないですか。そうですね、なんかお役に立ててるんだなと思うと、うん、はい、張り合いを感じますよね。